さあ大変お待たせいたしました。キラキタ放送終了後の反省会でございます。本日もご覧いただきまして、そして、ご参加いただきましてありがとうございます。今日はね、タイムラインがとても荒れまして読み切れないのがたくさんあったんです。行きましょう行きましょう行きましょうかね。いや新企画皆さんありがとうございます。ありがとうございます。たくさん参加してくださって、そのコーナーが終わった後に雪像いいんです、それでいいんですよ皆さん。いい流れですよ皆さん。とてもいい流れです、ね、よくわかってます日野高木さんがまずもう遡っていきますよ、うん、最初の方から読んでないやつ、うん、海江も壊れてしまうもうなんかね、目が飛び出しそうでしたもんね、海江門の。もう海江門のね、ルルルルみたいな、ベロンベロンベロンみたいな風になっちゃうやつ、ね、本家でもよくあるやつね。ベロンベロンベロンみたいな感じになっちゃうやつ。あれはなりますよ。だいぶ海江門に絆創膏ついてましたね、途中から。壊れてましたけどね。未来の雪像京都日向町かな、向こう町か、うんうん、向こう町は海坊主しかない。海坊主しかない。これはこれで僕個人嫌です雪像がもう雪のやつはもう海坊主しかない。海坊主しかないって僕嫌ですね、気持ち悪いです。一丁目も海坊主で二丁目も海坊主でそれ面白いね。エクシーさんがこんな雪像は嫌だって終わった後になったんですけど、うん、全部雪じゃなく塩化ビニュー。もうこれだから雪像じゃなくてうん、ゴム像雪って言わないですか、ゴム像ですね。それゴムですね。なんかそういうのありそうですけどね。そしてすごいフレッシュのなんか歪んでね絵が歪んで空間が歪んでこれのせいじゃねえ。 なんかミョンってなってますよね。なるほど、歪んでる空間なんでしょうね。さっきの僕の設定が悪いのかかもしれないですね。なんか多分本放送もきっとニョンってニョンって伸びてる感じがします。じゃあちょっと待って、うん、きっとその16対9っていうよりは4対3がミョンってなってるような。ちょっと間違ったなんかイメージした。ちょっと一回消えます。これやっぱり解除しちゃえばいいんだ。あれ画面に合わせちゃえばいい、うん、そうですね。ほいこの方がいい、うん、ああそうですね。で右側の方はなんか画面に合わせるやん。そうですね、なんか画面に合わせるってやれば多分真ん中に来ると思うんですけど、うんうん、はい、ああいう感じだよ、ね、海江門のせいでさうちらも壊れたもん。そうですね、海江門の空間を歪ませてんのか。海江門コーナーは次回もあるんですかねって日田高木さんが。これはもう皆さんのおかげで、もしあるとしたら皆さんのおかげでね。そうだね。だから次回 もう皆さん書きたいこと書き込んでいただければ海江門を困らせてみてください。海江門を、ね、成長させるか、うん、困らせるか、ポンコツにさせるかも皆さん次第なんでね。そうですね、今のところポンコツにしかならないです。中古で買ったからな、もう半分諦めてましたからね。海江門次週、次回海江門未来のバレンタインはエクスチェンジさん、うんうんうん、多分ねそれになりますよ。そうですね、ね、いいんじゃない。キャー山田急海坊主様はまた来ちゃった。でももう3ヶ月らほど来てないの。あれでもこの方がもし僕が思ってる方と同じ方だったら、先週も先々週もいらっしゃったと。そんな気がする、うんね、でハッシュタグのべ7に何かかぶったって、これ多分マスクドミユミのあれでしょうねきっとね。でね、クリックマンさんもねたくさん書いてくれてたんですけどね。ありがたいね。そのおにぎり山について結構いろいろ、うんうん、未来の雪像でいろんな意味でノースアイランドより寒くなるんですよ未来の雪像で、そのおにぎり山、中身を梅干しにチェンジすればいいよってきっとそれで勝てるようになるってことなのかな。それは行商っていうよね。あ、全世界回ってたよってことかな。あ、そういうことね。その海の、うんうん、山田
た日差し的に地上波には出てこない可能性、あのカットするって話のとこかな。そうだね、うん、パレードしながら到底当たりそうもない斬新な占いコーナー、ひなたかわさん、クリックマンさん、お疲れ様でしたということでありがとうございます。そしてエクスチェンジさんの EX 新聞ですね、今までどこにいたんですか、失踪報道もありましたが、そうだね、海海さんでちゃんと聞いてくれてたんですね、ありがとうございます。サイパンで特訓という名のバカンスしてたんですよね、ひなたかわさん。今日はね、あのエクスチェンジさんとひなたかわさんのこと交互に来る感じがすごいんです。でエクスチェンジさんのトランプタワーにいたらしいんです。あ、うまいうまいうまい。まあ、でこれはどっちかのホラー、バーナス・ノーチェス・ウミウミ。ん？おお、あれそれはフランスか？フランスですかね。でウミウミって書いてるってことはこれはもう、うん、いつも見てくれてるあの人なんじゃないかと。メキシコのメキシコの方の海海って書いてるのもきっとあの方なんじゃないかなと思いますね。修行に温めればいいんじゃない？あ、おにぎりをね。そっかそっか、うんうん、おにぎり温めたら強くなるんですね。確かに確かに、そうかも。アキラさん、こんばんは、おにぎりっていうことです。傍若無人、あの海海の軟水でしょうね、きっとね。ずっとハハハハと思ってました。アメリカンリーグ、あ、紙相撲のかな。で、あの紙相撲のアメリカンリーグやりたくない？やりたいですね。なんかすごそうじゃん。外国の方が作るね、アメリカンな、ね、力士ちょっと見てみたいですね。グランドキャニオンみたいなところでさ、土俵置いてさ、やりたくない？力士落ちて、なんかもう二度と取れない。二度と取れない。負けたら二度と取りに行けない、取りに行けないっていう。やりたくない。あのやってみたいですけどね。すごいスリリングだよ、牛乳パックで紙相撲でよく、うん、見てくれてる方なんですよね、これね、うん、あ、そんなことをしたらマスクが剥がれ落ちたよ、バイ松茸。松茸さんがあの結構まともなコメントをされてらっしゃる。マスクの下見えちゃったよって言いなたかけさん。あのこれね、占うかどうか思ってたんですよ。トランプさんのカツラは取れるか占ってくださいって、あの、あ、はいはいはい、この流れで急にカツラの話に入ったんですよ。マスクドさんいなくなってしまったところ。え、クエスチューさん、いろいろと反省します。別に何も反省する必要ないと思うんですけどね。いいんです、クエスチューさん、反省して来週待ってます。で反省した結果のぜひね、この謎の一言、古典。古典に関わることの話したかな。古典、ひらがなで古典って書いてるんですよ。古典の話したかな。まあ、とりあえず古典って書いてめっちゃ息吹きたもんね。なんか今日すごいんですよね、降る降らないの激しさがね。ノルベサノリアの優勝の映像はありますか、ということで。ノルベサノリアの優勝の映像ありますか、と。ありますね、うん、あの、YouTube、名勝負集ご覧ください。ああ、名勝負集だ。牛乳パックで紙も名勝負集の平成28年いつだ。9月10月場所の名勝負集ご覧ください。検索したら出ます、 YouTube で出ます。熊本飛行機飛べばいいですね。海坊さん、なんか持ってますからね、と日向坊さん。いや、そうなんですよ、今回熊本にはまあ、乗り換えとか使わずに飛行機1本で九州行こうと思ってるんですよ。だからね、そこがダメだともう僕ダメです。反省会なんですが、お騒がせしました、エクスチェンジさん。いいんです。そういえば今月キラキタ1回休みあるということで、エクスチェンジさん、あ、すみません、まだちょっと未定なんですよね。あの、再来週になるのか、うん、再来週が何日だ、21か、うん、3週間後、そうですね、3週間後に休むかもしれないんですけど、まだ決まってません、はい、3週間後に休むか、3週間後に海坊主さんがお休みで、うん、熊本の、これ言ってなかったね、熊本のもしかしたら音声を中心にお届けする回っていうのをやるかもしれないんですけど、
なんかちょっとネット配信がちょっと弱っちい感じなんですけど。弱っちい。僕しかいないからね、そうなるとね。ね、ワンオペ体制なので、うん、そういう感じになるかもしれないですけど、ちょっとまだ決まってません。逆に翌週、うん、3月の頭の放送が、うん、今度海坊さんが一人で、で、あの超弱小のネットの自分になっちゃうかもしれない。そうですね。いつかなんかやってる、うん、やってました。あのツイキャス、ツイキャス使ってやってましたね。だからそういうのがあるかもしれないです。ツイキャスにいきなりそういうだけになるとか、うん、あるかもしれないです。ちょっと待って、すみません、未定です。そして日野孝之さん、札幌雪まつりを小幌でやったら観光客大量に来てるホーム壊れそう。あれさ、やるのいいけどさ、小幌ってまず雪降んないですよ、あまり。雪まつりできるかどうかっていう話になってきますけど、ね、雪があんまり実はあそこ降らないんですよ、うん、あと、雪道を作ろうとしたら何人かあの市民が ね、出る可能性があるね。ね、帰らぬ人なる。危ないもんね。可能性あるで。どこに移設を作るかってこと、まあね。作る場所限られてきます。だって本当ね、雪ないんすよあそこ。で、あそこにだって雪運ぶのも大変じゃないですか。うん、自衛隊あんまり雪ないんですよね。いつも。だから小幌ではちょっとね、雪祭りはできないかななんて思ってますけどね。まあね、あれ、ウィンボードさんが、うん、作ってくれでしょ。雪を、うん、雪道を作ってくれでしょ。作ります？そのうち。まあ、心なんで心だったらできんじゃない？そのいや、むしろどの雪道もウィンボードっていういや、あえてだからそれをする必要ないじゃないですか。じゃあもうベアクローに全部首とかポンってその衝撃のを見なきゃいけなくなる、ね、首なし観音ってあるんだけど、そうですね、小幌の海岸の方に降りると首なし観音があるんですよ。本当に首がない。それはベアクローによって首がうわーってやられた観音像なんですよ。いや、それによってみんなが守られたみたいな、そう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 、そういう、ね、うん、お話なんですよ。身代わりになってくれたみたいな、うん、そういう首なし観音がいて、僕は別にみんなの身代わりになりたくないですよ。もう絶像という絶像わなぜか全部首をもう全部もがれて、いや怖いですね、もう怖いですそれ。そんなするんだったらだってもう雪道作る意味ないじゃないですか。意味はありますよ、ね、どうしたの。いやちょっとなんか貼ってあるポスター変わったなと。あ、そうだね、うん。お、丸山公園のスノーフェスティバル。そうなんですよね、これ、うん、夜もやるんでしょ、なんか夜の動物園みたいなんでしょ、うん、11、12、そうそうそう、今月の、うん、週末じゃん。20時まで営業しますということで、うん、爆走剃り大会ありますよ。ほんとだ、燃える山爆走剃り、燃える山急じゃないですか、なんかかっこいいのめちゃくちゃ。いや、急ですよ、あの山、うん、あの上から来たら大変ですからね。誰よりも早くとか、なんかあったね、うちのノースアイランドで、それ、もっと早く、そしてもっと遠くへっていうナレーションがありましたね。あったんですよ、ババゴリンっていう、うん、ババゴリン見れますから、皆さん、ね、検索してくださいジャイアントババさんのババで公園って書けば、ババ公園、それで検索してください。いや、もう本当、あれのおかげでズボン壊れるわ。なんか財布のなんか壊れる、財布のなんか紐壊れるわ、いろいろ壊れましたね。チェーン壊れましたね。あれでいろいろ壊れました、ババゴリン。もう二度とやるかと思いますけどね。あ、できなくなっちゃったね。まあね、すごいやんです、あのジャンプで。だっておかしいんですよ、あのジャンプで。公園にあるレベルではないんですよ今さ。それこそ最近遊具でね、うん、あの子供が亡くなっちゃったりして、うんうん、ね、遊具の見直しとかされてるじゃん、うん、あれジャンプ台どうなんだろう、ね、あれも見直した方がいい、絶対ですよあれ絶対見直した方がいいですよ。公園にあるそれとはレベルが違いますから本当ね、はい、本当危ないですよ、うん、ちょっとした競技場ですよね。いや、本当そうですよ。飛んだ後のこの下の崖がマイナスですからね。マイナスじゃないんだけど90度スポーンって。落ちたことないでしょ、あなた。いや、あるでしょ。やるあるでしょ。僕も、あれに滑り落ちましたよ。こう行って、こうなってるんですよ。この溝に落ちましたからね、僕ね。
で、ザザザザってなんかあのジーンズの青い線がドワーって雪のところに一瞬だけ絶対マイナスいってますけど、こう、この角度で、こうなってますからちょっと極端にやるとまあそうですね、確かにそうですね、うん、あのマイナスの角度そうです、ね、うん、あれ危ないですからね上積もおごり、もう一度だけ、もう一度だけお願いいたします、タック対ことに風。これはやっぱりね、あの初期の創世記のメンバーで言うとやっぱりタックとことに風ですよね。あ、でもこの間日本大相撲トーナメントってやってて、うん、日曜日にね、あれでもお昼ぐらいに OB 戦ってやってたんですよ、うん、だから高見盛さんとか、うん、ちょっと痩せた感じですみんな大体痩せます、みんな大体痩せる、みんな若干のね、衰えを隠しきれない体で出てくるんだけど、うん、あれちょっと OB 戦でやろうか今度。まあね、だってちょいちょいことあるごとになんかね出たりしてますから、やってもいいんじゃないですか。ちゃんとなんか OB 戦だけのトーナメントっていうのは、うん、あんまりやってないから、うん、ですね、ね、それはそれでいいかもね。タック対コトニカゼは確かにね、今でも見たい一番ですよね、うん、この方すごいですね、どなたかわかんないですけど、うん、そのタック対コトニカゼをご存知ということでありがとうございます。あ、それ来週あのタックさんの、はい、部屋に行きますから、そうですね久々に、久々に、いつぶりですかね、多分2年ぶりですよね、うん、あら、その間にね、ケニーパックや上相撲がここまでなりましたよというところタックさんにも ね, ねお見せしたいですね、うん、まあ、これ2年前だからそのおにぎりも出てなかった時期だし、うん、ね、今回のホットサンドも出てない時期でしたしね、そうそうそう、トゥンクさん元気かなっていくシーズンタックさんじゃなくてトゥンクさんを、トゥンクさん田中さん元気、トゥンクさん、トゥンクさん元気ですか、お元気でやってますかもうだってもう2月ですもん ね, ね, ね2017年、もうね、テクさん元気でやってくれてたらいいんですけどね、帯広でね、うん、まあもうお仕事を忙しくしてると思いますよ。そうですね、いやーなんかちょっと今日は荒れたな、キラキラどうぞ毎週はだった海右衛門がね、海右衛門がだってタイムライン読みたがらないだってあの絶対これわざとだろうっていうぐらいこう滑らせる気満々だろうっていうような書き込みですよ、これだって内容は。いやーやっぱりあのね、なんていつだしょ、ナレーションで言われたじゃん、はい、説明が下手だっていやそれも全て全部そういうことですね、それを含めた上での説明が下手だっていう、うん、そういうね、だって流れなんじゃないですか。日向さんのこの雪性便器ってもうこれなんなら未来じゃなくても今作ろうと思えばあなた作れますでしょ、うん、この辺はね、それをうまく説明してこそのあれなんじゃないの、ロボットなんじゃない、違う、ロボットはだから皆さんの思いをそのまま受け取るんですよ、うん、その書かれたことそのまま受け取る、そのまま読むからさ、やっぱり俺はバカなのって言われちゃうでしょあんな子供に言われるんで、ロボットとしてはそれをそのまま受け取るんですよ、だそのまま受け取るのは飽きてしまうからバカだなって言われちゃうんだよもうしょうがないですよ、そういうロボットなんです、みんなの気持ちはそのまま受け取ってそのまま吐き出す、助けてくれない長時間放送の時トゥンクに、トゥンクに会いに来ましたね、なんか急に行く人に呼び捨てないでしょ、トゥンクに会いに来ましたね、まさかの展開でしたが、24時間放送の時です ね, ね、あれは一昨年、そうですね、会いに来ましたね、クリックマンさん、マスクマンがメキシコで認められた瞬間を目撃しましたあ、今日ね、今日ですね、そうですね、メキシコはもうメッカですから、そうですね、マスクマン、そのうち呼ばれるかもスカウト行くのかな、君はいいレスラーになる戦ってても見たことねえだろうっていう今すぐメキシコにスモーレスラー、トランプさんに止められる、ゲラメキシコに行くやつはできたマスクゾーウビウビゲラ僕はアメリカ行きますから
いいね、僕はもうホワイトハウス行きますから、なんかそう僕らのプーチンさんがついてるんでプーチンさん、トランプさんですから、もう、ね、僕はもう大丈夫ですから嫌われるわけがない。僕は誰がついてるからメキシコ行っちゃったから。メキシコのプロレスのプロモーターがついてるんでしょ。すごい。誰なのか分かんないですけど、とりあえずついてます。よく分かんない人がついてます。プロモーターだよ。You lose, 海海。ってメキシコ、メキシコって書いてある。ほら。プロモーターさんだよ。なんだよ。海海じゃなくて海海なんだよ。誰だよこのプロモーター。いや、あの難しいんですよね、あれね。そうですね、表記がちょっと難しいですから、ね、表記っていうか、あのね、発音が難しいらしいですよ、向こうの人は、うん、だからね、あの海って言っちゃうかもよ。何でもいいですけど、何でもいいですけどね。ただ、うん、だからあれね、 KDJD マスクの海になってしょ、確かにマスクの海ですでしょ、うん、あれもうね、発音しづらいから、うん、あれ可愛いにしてるんですね。フィリピンの大統領でいいんじゃない笑い。なんだっけあの人。大統領でいいんじゃない。なんかドゥテルテさん。でいいんじゃないってこちらから選ぶものでもないんですけど。なんか大統領を味方につけるなんかあのゲームみたいになってますけど、花一門目みたいになってますけど。いいです。大統領花一門目みたいな感じになってますけど、誰がいいとかすげえ。もう。ユキすごいっす。僕もプーチンとしますから。ユキがね、ちょっと伝わらないかもしれないですけど、今人通ったからなんとなく分かったんじゃない、これぐらいで。上見るとちょっとなんか白い萌えがファーってなってると思うんですけど、あれ雪が降ってます。僕が外出れば一発分かるね。じゃあいきますか。ドア開けた状態だと分かりますね。大輔さんがやっぱりこうね、開かないっていうかね、なんかリポートしてるって、軽く言ってるじゃん、ちょっとまたなんかね、夢だよね、なってるのわかるじゃないですか。大輔さん、開けてもらってたらわかりますよ。あ、そうですか。はい、僕に開けてもらっていいですかっていうのは酷な質問だってことを。いやでも今日調子いいじゃないですか。ほら今日調子いい、今日調子いい。あ、調子いい、調子いい。こんな状況です、うん、非常に寒いです。こういう雪が待っています。寒いから閉めてもらっていいですか。早めの状態、早くって書いてて、早くって言うのは、なんでしょうね。大輔さん、ちょうどね、ちょうど、なんか投げてますね。なんか投げてます。誰かを探してますね。間違いなく不審者ですね。すごい寒いですからね。映しとけよ。だっていつまで経ってもこんなにいいですもん。いつまで経ってもあの人来ないんだもん。ね、あのアニメの声とか当てたいとかってやっぱあるわけですよ。だっていつまで経っても来ないですもん全然。もうちょっとだけ待っとけよ。あと確かに30秒ぐらい待ってれば来ましたね。でしょ。あと30秒ぐらい。もうちょい待っといてくれよ。あと30秒ぐらい。何やったの。一人で僕ちょっと待つ。待つ。
一人でそこでですよ、今そこで、ここで僕はあの槍を持った状況で一人でこうやって走ってたんだよ。いや、それは見えましたけど、カメラ上何も見えてないでしょ。カメラ上やっと坊主さんにしか見えてこの辺に来た時にやっとくしゃってなんかしゃってなんて寂しい。でかいの見えも楽しみです。早くって来てます、ほら。だからね、あと30秒ぐらい待ってるの来てたんですけどね。甘いんすよ。焼けみりまさんが、ヤマラさんだって来てた。ヤマラさんが槍持って走ってきました。汗つながったらいやー、待ちきれなかったっす。30秒ぐらい待ってるわ。ここでカメラ撮ってきてる。観光客の方ですもんね。どう観光客の方じゃないですか。多分こうやってると、うん、多分観光客の方だと、うん、ほらその中国、韓国、うん、朝鮮の方たちとかがもう雪祭りウィークずっと来るじゃないですか、うん、きっと多分観光客の方だと、やっぱりね、うん、今のこういうタイミングでね、マスクで海を見せるっていうのはいいかもね。日本の雪祭りのステージ、ジャパニーズフェイマスマスクの若干信じる。ソング is KDJD。 たぶん若干1割ぐらいの人信じそうな気でしょ。じゃあみんなだってみんなその場で今 YouTube とかで検索するからね、あの人たち、ね、KDJD って言えば、うん、外人さんにそう、うん、ちょっと説明しちゃえば、ね、いや、いきます。いつの間にかジャスティン・ビーバーさんに伝わって、そうですね、クレイジーって言いながら、ね、まあ、PPAP さんもそうですしね、うん、ジャスティン・ビーバーさんの目に留まればそうですけどね。ほんと、ほんと、ね、先週だっけ、はい、あの、あんたの番組、シモトピックさんの番組で、はいはい、ね、あんたはもうあの日本人だと思われてなかったみたいじゃん。そうですね、あの、多分インドの人だと思われてたんですけど、面白いインド人がいるぞって言ったでしょ。思われたんでしょ。SUGI って書いて杉さんだと思うんですけど、うんうん、ずっとあの番組のタイムライン上に、うん、一番最初にだから僕は、うん、もうあの喋れないんだと、うん、もう日本語しか喋れませんっていうことを英語でずっと伝えてたんですけど、うん、そしたら、まあ、あの、あ、こいつバカなんだなと思って、うん、また別のとこ行ってくれるかなと思ったんですけど、うんうん、全然もうあのいいから、いいからこの動画を開け、いいから Google で翻訳して書け。おー、すごい書いてですね。ね、あ、多分、うん、インド系の人が、うん、あの日本で番組をやってるんだと思ってますよ。そういうことなんでしょうね。HAHH You so funny。 面白いインドの人だなって。最初その人もインドの方だと思ってたから、うん、スープカレーありますかって聞いてくださいって聞いてて、でそれもおかしいけどさ、そう、それもおかしいですけど、うん、でスマホで、うん、スープカレーありますかっていうのを英語でビャって聞いてもらって、それ You so funny みたいな、みたいな感じになって、やっぱり外国の方がね、あの遊びに来てくれましたね、確かに。シモトピックのフリートピーという番組もあるんですけど、うん、シモトピックの放送をやっているところはどこですか、グシンさん。市内のスタジオでございます。あの放送した後そのまま練習とかレコーディングとかをしているので。配信サイトじゃなくて、配信サイトは、ショールームさんですね。ショールームさんで生放送、シモトピックで検索したら出ちゃうかったかな。あ、出ます、ね、あのカタカナでシモトピックってやって検索していただけると出ます、ね、今は YouTube とかにも放送終わった後はアップとかしてるので、ぜひシモトピックってカタカナで検索していただけると出るかなと思います。 YouTube とショールームでやってます。いや、よかったらね、あの、うん、コメント書いてあげてくださいよ。そうですよ、皆さんね、あのわさーっとこう見て、ゆらゆらゆらーって言って、ゆらゆらゆらーって言って、コメント一切ないけど、ずっとみんなゆらゆらゆらーって。だから多いなら桜なんですよ、みんな。だから本当、誰かコメント書いてあげればいいのなと思ってたよ。うんともすんとも言わないし、面白くないともなんとも言わないけど、ずっとゆらーって言うんですよ。札幌のライブハウスかと思ってさ、最初。そうヘイス、ヘイスキンヘッドガイ、キャキャキャ、アーユーガイ、
もスキンヘッドって言うんですか。ボーディーみたいな感じで確かボールドだかなんだかって言うと思う。確かね。スキンヘッドって言わないよね。スキンヘッドガイ。スキンヘッドガイ。多分ね言わないよね。いやアメリカの人マッスル言わないよね。で、でああいう GAY って書いてガイって聞いてきてる。なんだろうな。テクシンさん来週バレンタインですね。何回バレンタインって今日出てくる。何回僕の心に差し込むんですか。何回バレンタインって出てくるんだろう。僕は忘れたい日ですよ。今のとこ僕ね2つももらってます。うん、よかったね。うん、はい、次行こう。リスナーの方が書いてる。聞いてる人面白くない人いるから多分。いやでもだってこんなにグイグイ来てるんですよ。仮に僕がもらってたとしてください。はい、そんな面白くない番組ないでしょ多分。いやいや分かんないです。逆にこの人たちはどんくらいどういうのをもらってるのかなって気になるのかもしれないと思うんですか。気にならないと思うよ。気にしてあ自分たちの方がもらってるなみたいな。どうでもいいなって思ってる人は。うんプチって切るだけだよ。そのプレイボタンを。いやそうです。まさかのゲイ疑惑。あ、ゲイって GAY でゲイか。あ、そうだよ。あ、You gay って聞いてきたの。G-U だと思った。うん。あ、最初スキンヘッドガイって言ってたんですよ。あ、で、あ、You gay。ゲイ。ね。あ、でも札幌はね、うん、同性愛者 OK になりますから。うん、ね、札幌市はだから大輔さんも行ける、うん、まあ、なんで頑張れば頑張ればいや無理ごめんなさい無理です。僕もなんかもう札幌市そうなるんで、うん、ね、僕も今のところは無理ですね。今のところは無理ですけどやっぱり僕の目標としては全人口を愛せるためにね、今女性だけだったら人口の半分しか愛せませんから、うん、まあ、あの全人口を愛せるようにっていうのは僕の目標ですけどね。世の中さでも、うん、あのそういうね、あの同一の性の人たち同士でっていうカップルは今いっぱいいるんで、うん、それはそれででも認め合うのは必要じゃないですか。僕の周りでも友達とかは結構いますけどね。質問自体も、うん、なんかあの普通に行われるような感じになればいいですよね、うん、なんかあの名札じゃないですけど、うん、同性愛者は私同性愛者ですっていう、うん、なんか分かるようななんかないですかね。ああ、美穂さんそうでしょう、うん、じゃないとね、うん、あのお祭りの会場とかね、いきなりね、うん、寄ってきてね、そうですね今日何時までいるのって、うん、目とろーっとしたおじさまがね、来るからね、うん、そうです。確かにそれはあの、うん、名札みたいなのをつけていたとしたら、うん、そうですね、印があれば、はい、なんかそういうので声かけ合うみたいな、うんうん、そうだよね。僕もあの、ね、カプセルホテル行った時に、うん、そういうのもあればいいんだよね。そうそうそう、僕は違いますよっていう。だからそしたら声かける側もかけられない側も楽になると思うんですよ。 ね、うん、そういうのあればいいんですけど ね、 ね、まさかのゲイ疑惑、突然の売宣言。ZIP 北海道版どうした？どうしたってこと？地獄。どうした？どうしたんだそれ？急になんか違う角度からグンってきます。すごいね。まあね、そういう世の中になればいいですけどね、分かりやすいようになんかするみたいな。そうそうそう。分かりますけどね。トランプさんの反対言うけど、ボーダーレスの世界になっていかなきゃ。そうですね。まあ、らしいんだけどね、本当はね。なんか逆に言っちゃってるもんね、今ね。まあね。とりあえず頑張りますよ。男性も愛せるようにもう僕頑張ります。別にあれ頑張んなくていいじゃん。あれが頑張るから偏見とかになるんでしょ、うん、結局その 本来は、うん、本来からその同一の性の人が好みだっていう人が、うん、あの頑張ってその別の性の人を愛そうとするんでしょ。で僕ね人間は大好きなんです、うん、人間は大好きなんですよ、うん、だからもう頑張ればだからなんかあんた頑張らなくていいんだよ。食わず嫌いなところがもしかしたらあるのかもしれないですよ。
あ、もしかしたらね、わかんないですけど。じゃあいいよ、カプセルホテル行ってこない。あのハゲ割りをやってるカプセルホテルにどうぞ行ってごらん。週末のレイトショーへ行ってみるって。あ、そうなの。そういうことなんでしょうね。じゃあレイトショーってそうなの。頑張る必要ない。あれだから僕の場合はだからそのだいぶ前に放送で言ったと思うんですけど、だからそのニューハーフの方で全て工事を済ましていて、でとても可愛い女の子にしか見えないという人だったら僕はいけると思います、きっと。でそこにやっぱりその男性の部分が残ってると、今のところちょっとですね、今のところあれだとしか言えないんですけど、今のところあれですね。それもなんか気づかないでっていうのが一番の理想的な、そうですね、いいカップルのなり方なんじゃない、うん、気づかなかったで、そのぐらいだったらいいんじゃない。それを頑張ろうとしちゃダメなんじゃない。これ何ですか。ディディエールシカクワガタムシ。これは何なんですか。今日のタイムライン荒れてるなと思ったけど、この一言が一番荒れてると思う。これ何なんですか。ちょっと調べてみようかな。そういうっているのかな、クワガタ、うん、こういうクワガタが、うん、それは何だろう。どういうタイミングであのこの切り札を出そうって思うのかな。僕のこの YouTube はお手もやなんですけど。すいません、ちょっと話す長くなるからあれなんですけどね、ちょっとお手もやんって曲があるんですよ。 iPhone で一番最初に YouTube とかあのネット検索しようとしてお手もやん開いてる人なかなかいないと思うんですよ。ただ僕の履歴もお手もやんです。気づかないから後々困るんじゃないかな。まあ確かに僕は最初から知りたいですけどね。来週はチョコレートもらえるのかって来てます。だから僕はもう2つもらってますから今の時点でね。まあどうでもいいですかね。そんな心配いらないですから。なんか普通のクワガタっぽいなんか感じですね。ディディエルシカクワガタ虫、なんかね。あ、でもコガネムシかな、ん、クワガタムシかなのか。もともとそうなんじゃない、クワガタの一種、シカクワガタ族最大種である。うん、でこのリディエルシカクワガタムシがあのどうしたんですかね。何かあったんですかね。ね、リディエルシカクワガタムシ。確かにリアクションがちょっと取りにくいんですね。そうですね。クワガタムシってタイムラインで書いてあってクワガタを広げるっていうのはなかなか難しいですからね。なんか音のリズムもないしね、その名前の。そうですね、ディディエールシカクワガタムシ、ちょっとなんかうまくはないですね、うん、音としてね、うんうん、でも FF の雪像みたいな3回目行くシーズン。一回読みましたよ僕、本放送でちゃんと来なさいよ。あるからあっちに。なんか確かに僕の友達が FF の雪像でそのセフィロスを見たとは言ってましたけどね。あれなんだっけ、 STV 広場の大雪像でしょ、うん、そっちの方です ね。 ね。また虫が来ましたよ。エゾウミボウズフンコロガシ、これいるの本当に。いねえだろうな。新種だ新種。その後山田さん紙相撲実況者、これなかなか、ね、きついタイムに入ってきましたよ、このタイムライン。ね、きついタイムですね。FF さん、面白いこと言ってと同じぐらいです。まあなんかあの、このタイムライン、きついタイムに入ってまいりました。そうですね。これから、この一言に対しての意味を汲み取れっていう、なかなか難儀な出方に入ってまいりました、このタイムライン。あの無理そうなやつは僕は削除していきます。もう山田さん紙相撲実況者だってね。ねえ、だって本人がだからって思っちゃったもんな。いや、当時本人が思っちゃったもんね。でしょうね、でしょうね、うん、だから
ちょっとね。それだって僕が思うぐらいですよ、みんなが思ってるよ。東の本人が思っちゃったんですよ。そうですね。なかなか、あの、なかなかこの辺がモヤモヤする感じになった。ということでございまして、まあ、雪まつりはね、まあ、この FF の雪像もあったりとかってことでね、まあ、毎年いろんな楽しい雪像があると思うんですけども、この上相撲の時にちらっと言いましたけど、すすきの会場 の、 あの、うん、魚が氷雪像の中に入ってる魚氷、うん、って言ったっけ、魚氷、うん、あれがね、まあ、ちょっといろいろね物議を醸し出してます。それこそ我々が行く福岡ですよね。そう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 。スペースワールドじゃなかった、うん、ね。あれスケートリンクにしちゃったもんだから。そこですね、うん。それをスケートリンクにしていいのかどうかっていう。うん、で飛び火が来て。飛びしちゃってね。飛び火して。SNS でこれはどうなんだ。こっちにしたらね、風物詩で。そうですね。またちょっと一味違う問題じゃないかと思うんですけどね。うん、まあそれでちょっとね、やっぱりずっと昔から、うん、その雪祭りを見てる。札幌市民としてはちょっとなんか、ね、そこをね、まあ、賛否両論あるとは思うんですけど、そこをちょっとなんかダメなんじゃないかって言われるとちょっと切ない感じになるなと思いました、ね、でもあれ札幌市民で、うん、そのニュースが出る前に、うん、あれはけしからんって言ってた人いたのかな、まあ、いたんだったら話は分かりますけど、今のところ聞いたことないよね。聞いたことないですね。あれ見て、うん、いやこれやってって言ってる人いた、好きな歩いてて僕は見たことないです感じなうわーって言ってた人いた。それは あ, のあなたのキャラクターだけだと思って、もうあの人だけしかいないんですけど、なんでも氷入れればいいと思ってみんなだったら行きます、見に行くんだよ。そうですね、そういう感じになります。なるでしょ、あんまりいないよね。でもね、いないです、ね、あれを否定した人ね、うん、だからまあちょっとね、今年のはそういうちょっと一悶着あったような雪祭りでございますけれども、ね、も全部ダメになっちゃうもんね、なんていうの、あの、いけすに入れてるので、そうそうそう、この後これを料理しますって言ってる店あるでしょ。料理しますって言ってる店あるでしょ。 あれもダメになっちゃうよ。そうですね、カツなんちゃらって全部ダメになっちゃう。池作りとかも全部ダメになっちゃう。それこそイカがね、うん、函館のイカ少ないからあんまりできなかったみたいだけど、うん、函館はイカ釣りやとそのままさまってたでしょ。踊り食いとか全部ダメになっちゃう。あれダメになっちゃうんだよ。カツイカ全部ダメになっちゃう。ということで聞こう聞こう、私たちは一歩も引きません。それが帝国へこき団なのです。聞こえる、みんな、みんな聞こえた。得点をどうぞ。タレブラインで得点をどうぞ。いや今の聞こえた、みんな、これを得点、得点今知らせますから。来たら、帰ってくれたらすぐ知らせますから。得点さあどうなるか、皆さんの得点は何点ぐらいいくと思います？100点満点でいいですか？100点満点中、まあ、30点ぐらいですかね。いやね、うん、新しいましたよ。2点だそうです。デクシーさん2点だそうです。デクシーさん10点。今の2点っていうコメントが来てます。10点、10点来てます。10点、10点来ました。10点来ました。10点来ました。20点とマイナス100点。20点くらいとマイナス100点。マイナス100点もいただいてます。いや、君のさ、楽しそうな歌だ。60点来てます。60点来てます、60点。高いの来ましたよ。いやー、皆さん。いや、点数ありがとうございます。反応が早かったですね。これ聞こえるんだね。聞こえるんですね。厳しく 43.195kg。 それ厳しいのか。これマラソンの1違いだな、これ。
そうです、お笑い芸人の山田くんって今日ですね。はい、すね今ね、頑張ってますから、頑張ってます。ね。いや、ね、でも、はい、ね、あの、アキトさん、そうですね、この番組にも、あのね、はい、あの反省会でちらっと出てくれたことあったよね。はい、ありました。アキトさんが今、東京に行って、はい、この間、アベマ TV の、ね、はい、あのネタは見せみたいなやつで、はい、頑張ってましたから。そうですね。ね、やっぱり伸び伸びしてましたよ。ね、うん、面白かったですよ、本当に。環境って変わるとやっぱり違うんだなと思いましたね。ね、うん、速攻リツイートしてあの投票もしちゃった。面白かったもん。うん、頑張ってほしいですね。いろいろ変わるとね、いいんですね。だから確かあの秋田さんがここで、なんかネタ、秋田さんのもう一人で、はい、確かコンビで ね、ネタをお願いした時に同じような状況になったんですよ。そうですね。だけど分かんないですから。ですね。ね、上り坂の本当佐々木くんに逃げられた山田くんって感じ。知らない。それはどうなのか分かんないです、ね、かんない。それはどうな、詳しい事情分かりません。そこはあの分かんないですけど、秋篠さんがやってたんだっていう、まあなんかね、場所が変わるとやっぱり環境が変わると自分のねモチベーションとか変わったりねするんでしょうね。うん、もう人が変わったよね。そうですね、うん、自分のなんか、ね、ネタを突き詰めてましたね、ちゃんとね。まあ、基本滑り芸は変わってなかったんですけど。まあそういうね、芸風だということ。そうそうそう、芸風としてでもね、うん、しっかりあの自分でちゃんと研究なさってるんだなと。それを確立したいんですよね。ね、本当にあの顔が変わりましたよね。うん、ということでございましてですね、まあお隣で楽しそうなことやってますけれども、皆さんインフルエンザとか風邪とか流行ってますからね、体調等々お気をつけいただければと思います、ね、気をつけてください。ではまた皆さん来週元気にお会いしましょう。ありがとうございました。来週はあれだ、そうだ、テレビの、はい、その後みたいな、その後じゃないや、テレビの何が行われていたのか、の裏側で何があったのかみたいな話を、はい、そうだ、来週は海江門じゃねえわ。そうですね、海江門やってる場合じゃないです。来週海江門じゃないと思うんだよね、わかんないけど、まだじゃないか、海江門やりつつのかもしれないけど、そうそう、来週、つかさん、海が出ません。そうですね。そうそうそう、はい、ね、よかったら土曜日、はい、ぜひご覧ください。熱烈ホットサンド、はい、北海道エリアの方よかったらご覧ください、で、神奈川県とかその近辺お住まいの方、 TVK さんの、おにぎり温めますか、はい、あれぜひご覧ください。木曜日の夜9時、ご覧いただければと思います。それでも牛乳パックで紙も出ますので、よかったらあのツイートとかもしてください。お願いします。あの桜的なのでいいです。お願いします。お願いします。そういったの大事です。じゃあ皆さんまた来週ありがとうございました。さよなら。